データのバックアップが取れないコンピューターを使ってるんですかと。日本全国の中で福島第一原子力発電所だけだったんです。ところがですね、国立国会図書館にあったんですよ。恐るべし。えっ、って言い出して、やっぱり自分で入ってみないと信用できないと。もう民主党の政権がさんざっぱらな評判だったので、もうダメかもと思っていたので、後々東京電力社長におなりになられる姉川さんという方から電話があって、もう一回入りますから上千代氏なめんなよ。よろしくお願いします。出発いたします。東芝のトスバックというねコンピューターなんですと教えてくれたので、東京電力、東京電力、はい、と政府ですね。僕は政府と東京電力と一緒に読んでます、ね、経産省、経産省、はい、そのトスバックはデータのバックアップが取れないというご説明だったので、じゃあ日本全国の原発でね、何かあった時に全ての原子力発電所がデータのバックアップが取れないコンピューターを使ってるんですかと、データのバックアップが取れるコンピューターを使ってる原発、取れないコンピューターを未だに使ってる原発、それをね、それぞれ分けて教えてくださいって言ったらですね、データのバックアップが取れない原発は日本全国の中で福島第一原子力発電所だけだったんですじゃあデータのバックアップが取れないということを、その東芝のなんかそのコンピューターのねパンフレットかなんか書いてないんですかと、それを、疑うわけじゃないけど見せてくださいって言ったらですね、いやこんな身分にも昔のマシンなのでもうないんですよと、カタログがないんですよとこうおっしゃったので、いや本当かな本当かなと思いながらですね、まあもしかしたらどっかにあるかもしれんと思って東芝にも聞いたわけですね。たら東芝にもないと。ところはですね、国立国会図書館にトスバックシリーズのカタログがね、国立国会図書館にありませんかねと聞いたらですね、あったんですよ。あるもんですね。恐るべし。で、国立国会図書館から取り寄せて、そのトスバックのですねカタログを見たら、データのバックアップが取れますって書いてあったんですカタログに、カタログにデータのバックアップなどが取れるので原子力発電所などで採用されているって書いてあったんですよ。逆だ。でもう一回東芝、東京電力と政府に来てもらって、いや取れるって書いてあるんですけどってほらここに書いてあるじゃないですかって言ったらですね、東電と政府がこう、慌てて、って言い出してで、ちょっともう一回帰って調べますと言って、もう一回調べて戻ってきて、後日ですね、いやトスバックシリーズはトスバックシリーズだったんですけど、トスバック R というシリーズだったんですとで言い出して、このトスバック R はバックアップが取れないんですとおっしゃるので、いやもうね そこまで行くとね、私は信用できませんと。やっぱり自分で入ってみないと、そのトスバックを見ないと信用できないと。もしかしたら R というねシールがね、ただ新しいシールが貼ったつけてあるだけかもしれないしね、それ自分の目で見ないと分かりませんと。頻繁ですよっていうでしょうと、でしょって言ったらですね、そりゃそうですねとこうおっしゃられて、それがですね、選挙のもう1ヶ月ぐらい前だったんですよ。平成13年かな14年かなの選挙の1ヶ月ぐらい前で、でも実はもうその時には選挙で
もう民主党の政権がさんざっぱらの評判だったので、うん、もうダメかもと思っていたので、議員じゃなくなったら入れてもらえなくなると思ったので、もし私が選挙に失敗して落選していたとしても、視察はさせてくださいねと。で、視察をするにあたっては、そのトスバックだけではなくて、原子炉建屋にも、せっかくですから、入りますからと。それはいいですねと。選挙で落選しても入れてくれますねと。約束をして、選挙の直前に。で、落選したら入れませんと、向こうもほら、道徳的に言えないじゃないですか。確かに。だからもうそこで約束して、で、まあ、選挙落選して、翌年の3月に入りましょうと、行きましょうということになったんですが、やっぱですね、いや先生は民間人におなりになられてらっしゃるので、さすがに民間人だけ一人入れるわけにはいかないんですよと。言いますよね。はい。うん、入るのは先生お一人でいいんですけど、うん、とにかく視察という形でなんか団を作っ国会議員の団を作ってくださいと言われたので、うん、鳩山幸男先生を団長として、うん、近藤昭一、事務局長でですね、はいはいはい、で、川口博が団員として行くと、うん、まあ、鳩山さんや近藤さんは東京電力の案内で、うん、視察をすると。で、私一人原子炉建屋に入るというふうにして入ったんですね。まあ鉛の防護服を着て、はい、その上にタイベックスを着て、はい、でガムテープでぐるぐる巻きにして、目だけゴーグルですよね。だから目だけは、だから放射線が遮れないので目だけちょっと多めに被爆してるんですけど、で3月に入っ頭に入って、その時は東京電力さんが、いやもうこれもし転んだりしてね、防護服が破けたりして大量の被爆をすると大変だから、撮影は我が社の方でやりますと、ここを撮れあそこを撮れというところを撮りますからと、こうおっしゃったので、分かりましたと、じゃあお任せしますということで入って視察をして、あそこ撮ってください、ここ撮ってくださいと、上撮ってくださいというような話をしてしながら取り終わって出てきたら、翌日ですね、後日後々東京電力社長におなりになられる、当時は常務であった原子力本部長のですね、姉川さんという方から電話があって、いや川内さんすいませんと、カメラが撮れてなかったんですって、レンズにキャップが蓋がかぶせてあったまま回してたんですよって。すいませんっておっしゃったので、分かりました、あとさ、そちらのミスですねと、うん、ミスですと、うん、じゃあもう一回入りますから3月末にですね入って、で自分で撮影して、でそれを2回目なんですね、はい、そう、あれ2回目なんです。だから今東京電力のホームページには真っ黒にしか映っていない川内博士前議員ご視察時動画というのは、真っ黒な、ただ真っ黒が30分映ってる、はい、声だけ入ってる動画がアップしてあります。それアップしてくださいねと私が言ったの、真っ暗なままでいいからと。いやだからわざととはね、さすがに私もここでは申し上げませんけど、川内博士なめんなよもう一回行くっていうの決まってんじゃん。まあだから事の顛末は安倍のクライシスに詳細になるほど、はい、書かれてございますので。これ何ですかって、これ
それは言いますよ。考えてるんですよね。うん。でも、運動するのは、うん。